ミルクサッカーアカデミー通信簿シリーズ井上真でございます。ノーミルク佐藤です。さあプロサッカーデータマンの先生に今日も伺ってまいりましょう。今日は愛媛FCです。よろしくお願いいたします。さあ通信簿シリーズということで先生、はい、J1 から JSD 全チーム展開中やってます。各種データから、昨シーズンを振り返りつつ2019ね、次はどうなのかなというお話もお願いいたします。それでは早速こちらです。ドン出ました。ピックアップ、今日の目次ですね、はい、こんな項目を中心に今日は話していきたいと思います。どんなシーズンだったんでした。はい、うん、まずはリンドウ誠怪我、はい、センターバックのこの枚数、そこから始まった開幕だったと。そうでした、だから大変だったんですよ、ね、センターバック陣がやりくりがね。そうなんですよ、うん、でそんなところで、はい、救世主の期待を込めて加入したのが、うん、まあ、ユトリッチと、はい、あとは茂木選手だったよ、うん、はいはい、そうでした。であとは、うん、また一個大変だったのが、うん、まあ、ちょっと人がだから全然に不足はしてたんですよね、そんな中、うん、5月6月、うん、神谷選手、長沼選手が、トゥーロン国際大会のメンバーに呼ばれました。そうでしたね。そう、拍手はできるものの、はい、逆に言ったら2人減るって話なので、まあ、そうでしたね。大問題ですね、このチーム、うん、ただその中でも送り出したと、うん、で、あとだからまた7分後ぐらい出てきますが、はい、成績としては愛媛実は安定してたんですよ、はい、でただ問題は終盤戦に勝ち点をちょっと積み上げられなかったことぐらいかなってのがあって、まあ、じゃあどれだけ積み上げられなかったのかっていう差も後ほど出てくるのでそちらで見ていきましょう。でもともと愛媛、いわゆるトランジション、いわゆるポジティブトランジションとかネガティブトランジション、はい、いわゆるボールを奪う局面だったりだとか、奪われた後にどうするかみたいな、はい、ところに課題が数年前だったらあったんですけど、はい、その課題は結構こうクリアできたんですよ。そんな2019シーズンでした。そうなんですよ、うん、ただその後のキャスティングと呼ばれる局面があまりうまくいかなくて、はい、その後キャスティング、はい、キャスティングというのが、ね、はい、これ実はあの岡田メソッドという、ああ、そういうことですね、はい、あの岡田さんのより書籍があるんですけど、はいはいはい、その言葉ちょっとお借りさせていただいたんですが、ボールを自陣から相手陣内まで、まあ、持ち込むっていうフェーズがあるんですけど、いわゆるあんまりその相手のディフェンスをね、ディフェンスがこうプレスとか来ない局面なんですけど、うんうん、そこで実は何かしらのこうミスを発生させてしまっているところが多いと、だ持ち上がっていってその後にパスを出しましたけど、そこのパスを結構かっさらわれてたりだとかっていうのが多かったのかなってのが分かりました。はい、続いてレーダーチャートから分かる昨季からのレベルアップ、うん、でラスト2020に向けてですが、 U18 からの昇格&高卒のルーキーという2人の高校、まあ、2001年世代というかにかかる期待があります。あら、まあこれ楽しみですね。はい、また後ほどいきたいと思います。はい、お願いいたします。ではまず成績表からです。こちらですよ、ドン。このメンバー活躍しました。順位はちなみに19位ということですね。はい、でございました。はい、まずですね、はい、MVP は42試合中40試合に出場した田中選手でした。はい、うん、で関東賞はキーパーの岡本選手、はい、でちょっとこういう色にするした方がいいかなと思ってしてみたんですが、厚労省はチームセンターバック、なるほど、限られた人数の中でのこうやりくりが ね、大変でしたからね。お疲れ様でした。本当にでミルアカ賞ではミルアカの結構レビュー編の中でも、うん、まあ、MVP だったりだとかね、アマーブザマッチか、はい、に選ぶことも結構多かった、うん、まあ、データ上にもかなりの成績を残してくれた、左サイドバック&ウィングバックの下川選手、はい、得点は藤本選手、アシストは近藤選手でございました。うんうん、でこのデータからもまず分かるのが、右下皆さんご覧ください。はい、S をトップとした上で SABCDEFG の形で出させてもらってるデータなんですけれども、はい、うん、ゴールが E、チャンスが D という、まあ、平均クラスなんですが、その下、攻撃ビルドなんですよね、F ということで、で、はい、ピンチ、自ゴール前、フロントも CED ってなってるので、うん、と考えると攻撃のいわゆるビルドアップ、だから自分たちが組み立て始めるよっていうところに結構なミスがあった。ここがいわゆるキャスティングと呼ばれるところなので、な、いわゆる攻撃の始まりのところを何かしら改善できていれば、うん、他のいわゆる他の項目も上がったんじゃないか、特にゴールチャンスとかはもっと上がってたはずなので、そうかそうか、はい、あとは攻撃のビルドアップのところで課題を抱えたということは、うん、ボールいわゆる失った位置が、うん、もう自分たちのゴールの手前かなり近いところにあるわけですよ。もう後ろにディフェンダーはいないというか、はい、その状態なので、それで失点も重んでしまったのかなってこともなんとなく分かるよということでございました。ね、はいはいはい、ではまずは、終盤戦の番手表を見ていきましょう。はい、こんなメンバー、こんなフォーメーションでした、はい、なってこちらとなっております。まあね、本当にもう右下見ていただけたら分かると思うんですけど、3バックだって言ってんのに、は、
両センター、スリハム3枚のセンターバックのうち、うん、サイドバックですもんね。サイドバックが本業じゃない2人というか、そうなんですね、うん、その時はもう西岡選手と山崎選手が2人しかいなくて、うん、まあ、結果的に言ったらもう前の選手、前の高野選手に関しては、はいはい、もうシーズン内で水色から青に変化してったような感じもあります。はははは、そうせざるを得なかったってことだもんね。そうですね、うん、でプラス茂木選手も入ってきてくれて、まあとりあえずセンターバック3枚と、あとユトリッチがいてとかってことはできたんでよかったですが、うん、左側見てみるとちょっとまたこれ面白いのが黄色不在。あ、確かに今度攻撃的ミッドフィルダーがあまりいなかったっていうところで終わるわけですね、はいはいはい、まあ、これはカラーリングのバリエーションのあれもあるかもしれませんけど、判断の、ね、お見立てもあると思うんですけどね。そうですね、うん、ただまあこういうことになったよということでございました、うん、なるほど。で続いて、台所年齢分布を見ていきましょう、はい、こちらでございます。はい、こんなメンバーの年齢分布、そうですね、まあ、最終的には本当にディフェンダー陣増えてくれて、まあ、本当に良かったなといったところですね、はいはい、あとはもう中盤の選手たちも揃ってたけど、まあ、本当愛媛は本当序盤と中盤で起こった林道怪我だったりだとか、まあ、あと他の選手もちょこちょこ不在になった選手が結構多かったので、はい、そこの中でもよく乗り切って、で最後の最後で19人はなってしまいましたけど、はい、まあ、途中までも全くもってこう降格争いみたいなところに入ってこなかったのがあったから、よく耐えたなってすごく思いますよね。耐えたシーズンっていう感じですか、はい、だってこれもしね J1 だ、例えばじゃないけど、マリノスだ、 FC 東京だ、名古屋だ、浦和だ、鹿島だってなってセンターバック一人ですってなったら絶対に補強するじゃないですか、まあ、そうよね、そう、あそこをポンと補強なかなかできない中で、そうなんですよ、よく耐え切ったなというのがありまして、っていうのが一番の選手の中で印象ですか。そうですね、はい、すげえなって思っちゃいました、うん、では続いて強化部フロー見ていきましょう、はい、こちらインアウトこんな感じでした。はい、うん、まあ、皆さんこれ覚えていらっしゃるでしょうか、はい、まあ、正直愛媛の中でも岡本選手がいたので、うん、ゴールキーパーの一番手ではなかった馬渡選手が、はい、夏に、川崎フロンターレに移籍することになりましたけど、はい、本当に一番びっくりしたのは彼だろうなというところがあって、うん、馬渡選手の、J1 初めてのベンチ入りの試合は、実は今 J1 って言ったけど J1 じゃなくて、VS チェルシーでした。おお、そうかそういうことになりますね。 J2 戦ってて移籍だよって移籍したら、まさかチェルシーの選手と会うっていう何が起こるか分かんないですね。分かりませんね、本当に分かんない、うん、そして茂木選手が入ってきてくれて、はい、でその彼があとはもうスタメンずっと頑張ってくれてましたよと、うんうんうん、そんな感じでございました、はい、では続いて成績推移見ていきましょう、はい、こちらです、ドーン出ました、うん、はい、こちらでございます、はい、まあ、結構一定的なんですが、うん、まあ、グラフとしては、ただ9月10月11月のやっぱり後半の3ヶ月ですね、はい、ここの伸びがちょっといまいちだったのかなと。序盤はこのグラフの上のグラフのところ見てもらっても、いわゆる平均勝ち点的に言うと1のところを推移してはいるんですが、うん、9月10月11月と考えるともう平均 0.5 のところですね。12試合で勝ち点7の積み上げになってしまった。なるほど、特にいわゆる昇格プレーオフをこう争っているようなチームだと、うん、最後12試合で20とか、はい、25とか積み上げてくることが多い中で7というのはちょっと寂しい数字だったかなとは思いますが、少ない人数の中でやっていてって考えると、ちょっと怪我がなかったとしても疲労とかスタミナ不足とか、やっぱり最後落ちちゃうのはもうしょうがないと言いますか、耐えた方じゃないかということでしょ。そうですね、で結局は最終的に言うと失点もそんなに全体的にね変わってはないんですよ、はい、9月10月11月になったとしても、ね、大きな崩れはないですね。そうです、ただその代わり8、9月から比較すると10、11で、そうなんですよ、点取れなかった。これはだから先ほどお伝えしたキャスティングに僕は問題あったんじゃないのかなと思っていて、いわゆる守備はどうにか耐え切ったのはあるけど、もう自分から立ちから持ち上がろうとしたところでまたこうディフェンスでのミスがあったりだとかで、最終のそのフォワードたちのところとか相手のゴールペナルティーエリアの中までは入っていけてなかったよねってのはこういうところからも出てきたかなってのは分かりました。なるほど、では続いて3年間の比較レーダーチャートを見ていきましょう。過去3年間どんな感じ。はい、こちらですね、白い部分が、平均の偏差値50の部分となっております、はい、青が2017、うん、赤が2018、うん、黄色が2019となっております、うん、まあ、全体的にちょっと似た形ではありますよ ね、全体的にね、はいはいはい、まあ、大きくメンバーが変わってるようなチームではないので、うん、まあ、そういうところも影響してるのかなと。いや面白い
ね、思うんですが、分かりやすいのが2018の赤とそして2019の黄色を比較してもらいたいんですよ、うんうん、確かにまあいろんなことあったけど、実は全体のデータで見てみると攻撃回数以外は前節に伸びてるんですよね。そうですね、そう、まず間違い、まあ、タックルもちょっと同じぐらいではありますけど、大体は伸びたんですよ。そうね、そうそうそう、3年かかるとその要は1回縮んでまたボンと伸びたようなこととか結構多いじゃないですか。で、なんでこういうデータ出たって、はい、こういうデータが出てるのにもかかわらず順位がとか得点が失点がって出てるのは、先ほどに言われるキャスティング、いわゆるデータのこのタックルとかドリブルインターセプトとかじゃなくて、自分たちのエラーとかそのトラップとかの項目は入れてないので、そこでのミスが多かったのかなというところですね。なるほど、それがゴールのねちょっと数に繋がってないと。そうですね、うん、結局は、失点とか増えている傾向とか、それこそ主戦に回ってる時間帯は少なくなかった、はいはい、ただそれを自分たちに呼び込んでしまった部分も少なくはなかったということで、あとはまあでもそれも本当にそこはでも選手の責任なのかっていうところはどうしてもあるんですよ。選手の責任じゃないとか、監督でもないしコーチでもないし、なんならフロントでも僕はないと思うんですよ。戻るけど、だってセンターバックいなかったんだもん。あ、そういうことか。安倍政権のせいなのかと思ってた。なんかそんな誰のせいだ。センターバックが少ないってことね。だってね、はいはい、これもうこれも聞いていただいて皆さんにも言いたいんですけ ど、はいはいはい、ぶっちゃけね、すっごい大枠で言うならですけど、フォワードは点取るためにいるじゃん、はい、で攻撃的ミッドフィルダーはチャンスメイクじゃん。そうですね。で、ボランチはこう全体のこう舵取り役でしょ、で、はい、センターバックの方々は、うんうん、まあ、防波堤じゃないですか、はい、ね、でキーパーが最後をこう食い止めたりだとか、うん、コーチングしていくような感じじゃないですか、はいはい、うん、そんなそのディフェンスラインのところが、うん、本来の役回りじゃない方々がまずはやらざるを得なくなったっていう段階から、うん、そうね、じゃないですか。本職じゃない人がまずやってきて、お願い頼むっていう風になっちゃった、っていう風になってくると、まずそこである程度失点をちょっと覚悟しなきゃいけない部分がある。で、その中でただデータをみんな伸ばしてきたわけでしょ、うん、ってことはみんなやれることを増やしてきたわけじゃないですか、はいはい、その段階で僕はみんな、うーん、そうかだと思うし、これを、はい、いや一般のこの仕事に置き換えて考えてもですよ、うん、普段例えばじゃあ飲食店とかで考えても、はいはいはい、ホールなんてやったことがない、うん、ザ職人肌 の、はい、あの料理人たちにちょっとホールやってもらえませんか、はい、それでなんとか売り上げを守ったってことだもんね。そう、それでちょっと味が落ちたって言われてもそれはしょうがないから。そうなんですよ。わかりやすいでしょ。なるほどね。でもそれをこなしたわけですよ。なるほど。これは僕は前年度売り上げ上回ってお客さんも減らさず、そうね、でそのうちだ、そのチームから代表選手が2人出たりとかしてるわけでしょ。なるほどね。本当だ。すごいことですよ。ちょっとスープが薄味になったぐらい言われてもね、多少コンソメ1個ちょっとかけないは入れませんだけ ど、ね、そこはしょうがないでしょ。なるほどなるほど。すげえことしたなと、もう監督コーチフロント選手サポーター皆さんに僕は、あのキャスティングっていう言葉、前線のこう付け方っていうんですか、はい、そういうのはやっぱセンターバックの技術と関係してるんですか。さすがマーさんも、ね、いいタイミングで言ってくださった。先ほどのことを考えると、例えば開幕のメンツで考えたんですけど、うんうん、3バックだ、はい、真ん中センター、はい、両サイドはサイドバック系の選手が2人やってくれた、はいはい、そうでしたね。でもその2人に課されたのは、うん、君たちは守れ、うん、だからいくら自分たちが持ち上がることのできるサイドバックの選手だとしても、ね、君は今こっちやって、うん、濃い青よと。そうだから、うん、今はあなた方料理作れるのは分かってるけど、うんうん、ホールなのと、うんうんうん、センターをしっかり濃い青として守ってくれと。そうなんです、うん、ってなったら多少不慣れなところいろいろ出てくるじゃないですか。今そっちやれる、俺だったらできる、けど今俺はこっちをやらなきゃいけない、うん、ちょっと不器用な動きになっちゃうかもしれないよね、うんうん、しかもサイドバックの選手ですから。そう、ね、でセンターバックなので、うん、でなんでいわゆる4人でやるタイプの2人だったのが3人でやってるところもあるから、確かに多分ねその、うん、タスク量がたくさんあったんですよ、うんうん、そっか、そう、はい、だから元々3つのことやれだったのが違う3つに変わって、うん、そうするとボランチの出す余裕とかボランチへつけるタイミングとか、うん、そういうとこがちょっとずれてくるってことなんですかね。そうですね、しかも例えばキャンプ前からそれが分かってたとかだったら、まだ分かると思うんですけど、確か、そうか、急増、ね、そう急にやらざるを得なくなったところもあったんで、はいはいはい、結果も求められながらそれをやらなきゃいけなかったという。そう、だそれでも大崩れすることなく乗り切って怪我から帰ってくるのとか、うん、新しい選手が来るのを待ったってだけで、うん、
すごいことだと思いますよ。サポーターの皆さんはそこを評価してあげてるんだと思うんですけど、もちろん ね評価すべきなんですね、うんうん、だから、まあ、本当にもし言うんであれば、うん、そういうことを見越して、ただもともとセンターバックが確かに足りなかった、いわゆる全員揃っててもちょっと足りなかったから、はいはい、まあ最初からもう一人二人余裕があったらよかったねっていう、それぐらいでしかないでしょうね、強いて言えばね。まあでもこのなかなか J2 J3 になってくると限られた予算が限られた編集の中だから、怪我に関してはもうナムさんって祈ってるしかないもんね。ないですね。だからその中で新たな成長を見せてくれた選手たちにはもうやっぱり拍手はしてあげてほしいし、不慣れなことやってミスする分はまあ許容されるような文化社会であってほしいんで、仕事サッカーだけじゃなくて、なるほど、仕事もそうですよ、うん、はい。そんな頑張ったシーズンをね過ごした選手たち、どんな特性を持ってたんですかね、はい、特性なく見ていきましょう、はい、こちらでございます、ですね、はいはい、だから例えばなんですけど、うん、すごい分かりやすい話、はい、そういえば僕忘れていたなと思っていて、先ほどのキャスティングがって話はしたんですけど、実はとある選手が加入して以降、失点が激減するということがありまして、茂木選手見てください、はい、キャスティングって特殊能力入ってます ね、 あ、本当ですね、実は彼が入って以降、その傾向薄まったんです、いわゆるキャスティングできるようになったんですよ、持ち運びが、はいはい、で失点がもともと彼が来るまでだったら、確か平均 1.6 失点ぐらいしてるんですけど、1試合、はい、彼が来てから 1. いくつとかで減ったんですよね、確実に数字に現れたんでね、そうなんですよ。でそれプラスもう一個見てほしいのが下川選手とかなんですよね、うん、はいはい、彼センターバックやる機会もありましたけど、うん、スタミナ永続スプリントとあるように、うん、サイドをもうガッツガツいってくれるような選手でもあったりするんですよ、なので本当だったら右長沼左下川っていうところで、うん、この両サイドでいろんなことできたらなってのもあったから、うん、そんな選手をある意味センターバックで使わざるを得なくなってた状態になったんで、はいはい、攻撃の幅もちょっと一個減っちゃったりする循環はあったんですよね、うん、なるほどね、はい、うん、あとはもうちょっと後半戦にも結構ありましたけど、神谷選手のちょっと、うん、ちょっとビューティフルプレーというかテクニカルプレーとか、いやだから愛媛っていうと結構その印象が残って、長沼選手のこう、ね、うん、テクニカルの持ち運びだったりとか、そう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 、ボールの扱いとか、そうなんですよ、ね、神谷選手の中目の覚めるようなこうね、そうなんです、ラストパスだったりとか、だから実は愛媛、うん、相手のその敵陣に入った後だったら、うん、結構いろんなことできたんですよ、ただそこまででミスがちょっとあったってことですね、なるほどね、だから来年はそこを改善できるようなメンツが揃ってきてると思っていて、それこそ今ここのね、表の中には確かに入ってはいない選手にもなったりするんですけど、昨シーズンのメンバーですかね、そう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 、来年入ってくる例えば帝京長岡出身の吉田選手とかね、結構ねその3バックでも4バックでも対応できるような、もう何でもできそうなテクニカルプレイヤーとか入ってくるんで、ちょっと彼らにも注目していただきたい、ちゃんと今年のいろんなことが生かされてるんじゃないかと、そうなんです、あと代表 U18 代表の三原選手とかね、はい、注目でございます、ワクワクさせますね、先生今日もありがとうございます、いやでもう選手たちも本当に頑張ってほしいですからね、やりました、来年も応援しております、はい、以上、愛媛 FC の、2019年の通信簿先生にね、やってもらいましたということで、これもあの新シーズンのね陣容も愛媛もやってくれるんでしょ、やります、はい、ということで全チームやりますので、ぜひねチャンネル登録してお待ちいただけると願いします、嬉しいんです、そして月曜日の夜9時からライブ配信やってます、劇場ライブも月に1回やっておりますのでお願いします、お願いします、はい、詳しく概要欄をご覧ください、井上馬でした、ノーミルク佐藤でした、最後まで聞いていただいてありがとうございました、いってらっしゃい、また明日の朝お会いしましょう、いってらっしゃい。